8月27日暑い日差しの中エキスポフラッシュフィールドでガンバ大阪ユースの選手たちがトレーニングを行っていました。今シーズンコロナ禍による影響はトップチームだけではなくアカデミーチームにも。4月1日から全面的な活動休止を決定。寮生活をしていたユース選手も自宅待機。さらには公式戦が軒並み中止となりました。厳しく苦しい期間を経て再びピッチに帰ってきた選手たち。かつてない事態について指揮を取る柴田監督はこう語ります。まあね、みんなサッカーやりたい中で、まあ、やれることをね、まあ、例えばやれることをこっちが提示したこともあるので、まあ、それをしっかりやるっていうようなことと、まあ、たまにズームでミーティングしたりで、まあ、顔はねちょっと見たりとかっていうことではやってましたけどね、はい。まあみんな話したのはもちろん大会はね出て行ってやりたいという気持ちはもちろんあると思うんですけど、まあその試合に固執するんじゃなくて、まあ、将来見据えて今やれることということで、まあ、そういう話はしました、はい。チームを引っ張るのは中心選手へと成長した高校2年生中村選手。最初の1ヶ月間は自分その怪我持ってたんでその怪我を治したのと、あとの1ヶ月間はその自分の苦手っていうか弱いフィジカル面と自分の長所であるテクニックをもっと伸ばそうと練習しました。自分がその見せれる場面っていうのがなくなってしまったのはすごい残念だと思うけど、それがなくてもその自分の目標は変わらないんで、まあ、今ある場所でちゃんと結果を見せて頑張りたいです。 J クラブユースの頂点を決める J ユースカップ、高校年代の頂点を決める高円宮杯 JFA プレミアリーグ、今年度は大会中止。しかし地域限定の新設リーグスーパープリンスリーグ2020関西が新たに開幕されることが決定。同じグループ B には高体連強豪校 J ユースが集結。頂点を目指すべく新たな戦いに挑みます。関西っていうくくりなんですけど、レベル高いチームがたくさんいて、まあ、いろんなタイプのチームとか、まあ、選手もいると思うので、まあ、それはレベルがそんな落ちるなんて全然思ってないし、僕たちは、まあ、チャレンジャーのつもりで、しっかり戦いたいなと思ってます。交代連は戦術とかそのめっちゃ対策してくるイメージがあるんで、その相手にどれだけやれるか楽しみです。迎えた開幕当日、島田監督は意図的なプレーで相手の裏をかいていこうと選手たちに伝えます。久しぶりの公式戦のピッチに向かう選手たち、関西の覇権をかけ名門のプライドを胸にキックオフの笛を待ちます。試合序盤からガンバユースペースに、フォワード斉藤がうまく抜け出しシュート。まずは試合の口火を切ります。相手は高体連特有の縦に速いサッカーで突破を狙いますが、ディフェンス平川が相手の侵入を許しません。ゲームの主導権を握っているガンバユースはワイドに展開。中で待っていた斉藤に預けると右足一閃、豪快なゴールで先制します。さらに相手ディフェンスがクリアミスしたところをついた坂本、うまくファールを誘い出し PK を獲得。一度は阻まれるもセカンドボールを詰めリードを広げます。しかし左サイドで細かく相手にボールをつながれ、うまく守備網をかいくぐられると逆サイドフリーの選手にボールが渡りゴールを許してしまいます。嫌な失点を喫してしまったガンバユース、前半は2対1で折り返します。ハーフタイム、失点は問題ない、ここで勝負しようと選手たちに伝え、フォワードには加藤から1年生南野を投入、さらに得点を狙います。小手勝るガンバユースは土井のフィードから抜け出した坂本、落ち着いてキーパーをかわし今日2点目となるゴールを挙げます。さらに中村、三木とつなぎ、途中出場の南野が冷静にキーパーをかわしゴール。
監督の起用に応えます。その後相手に1点を奪われるも試合終了。開幕節攻撃陣が4得点を挙げるも2失点、収穫と課題が残るゲームとなりました。点も4点も取れたし、まあ、勝てたことは良かったですけど、もうちょい、まあ、相手も交代例なんで、もっと差をつけないといけないなと思います。最初は仕掛けれたら自分で行こうと思ってたんですけど、まあ、相手も警戒して、まあ、相手が3人ぐらい僕に引き連れてきてたんで、まあ、パスにシフトして、なんかまあゴールにつながるプレーができたらなと思ってました。まあ、今日失点も2失点しちゃったんで、今日よりもいっぱい点取って、でもう無失点でクリーンシートで終わらせたいなと思います。今日の試合は自分で2点決めれてよかったです。練習からその背後の動き出しっていうのは結構練習してて、でそれが形になったのでよかったです。自分はこのスーパープリンスで1試合1点っていう目標を持ってやってるんで、まあ、次の試合も点を決めてチームの勝利に貢献できたらいいなと思います。もちろん関西一を狙って頑張っていきたいと思います。関西の頂点に向け再び走り出したアカデミーの活躍にも期待しましょう。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。